神戸連続児童殺害事件の犯人で、えー、当時14歳だった榊、えー、原誠とと名乗っていた少年が先日本を出版しまして「舌、え、下、ー」というタイトルの本なんですけどもそれについてね批判が殺到しているようです僕はねまだ、あ、ッカ読んでないんだけども、まあ、正直この本が出た時に読んでみたいなって 面白そうだなって思いました。でも俺僕が今日言いたいのは、ゼッカ出版にあたって、猛反発、猛反対、えーまあ、もう本の,その出版を差し止めする動きをしている人もいるらしくて、そういった反対活動をしている人たちに言いたい。言いたいというか、僕の気持ちで、なんで恥ずかしい人間なんだろうと思うわけですよ。 まず、ね、あの本がさ今本屋さんに並んでるわけなんだけど、えー、それってさ出版社だけの,あのせいじゃないよね出版社にものすごい批判が言ってるらしいんだけども太田出版っていうところに今本屋さんに本がの並んでるのは 出版社が並べたんじゃないんだよね。取り次ぎっていう、まあ、問屋さんがその本をね、こう、ルーツに載せて、本屋さんが、この本売れそうだなって。じゃあうち、10冊くださいって言って、10冊並べてんのは本屋さんなんだ。本屋さんが、この本を売れそうだから、自分の本屋さんに並べてるだからさ、あのー、本屋さんがさ、な、何 殺人犯の本だとそんな遺こに金も行かねえんだったらそんなね本の謹慎のほうは置けねえよって本屋さんが思うんだったら本屋さん置かなくていいんだそれね出版社は無理やり並べてるもんじゃないから書店にだからそもそも終わった出版だけを叩いてるっていうのはおかしな話うん 怒っってるる人がいんだたら出版差し止めだと思ってる人がいるんだったら出版まずはお前家の近くの本屋さんに行って商品仕入れ担当ちょっと呼んできてくださいって言ってでこんな本をなんでこんな、あのー、わ悪い本を置いてるんですかって許さないざますよキーみたいなことをさ言えと、うん、まあ「ゼッカという本がねもう世の中にねもう市場に出回ってることが罪だと罪なこと なのだとしたら、それは、大手出版だけの罪じゃなくて、やっぱ出版業界の罪だよね。うん。まあ、もしくは、それは取り締まる法律ない日本のね、あのー、システムの罪かもしれないし。でも俺は別に全然、悪いことはないと。でね、俺が、あの、怒ってるやつおかしいなと思うのもう一つは、 これ教科書じゃないんだよね小学校中学校に入る時に絶対買わされる教科書はないわけじゃん買わない自由もあるんだよだから別にあの相、ー、模原生徒の利益をになりたくないやつは買わなくていいわけうんね買わなくていいじゃんお前もだ怒ってるんだったら買わなきゃいいじゃんそれだけの話なんだよでも読みたいって思うやつがいっぱいいるから 売れるわけでしょだから怒ってるやつっていうのはつまりはなんでこんな売れちゃいそうなものを発売してんだって殺人犯の利益になっちゃうじゃないかなんでこんな面白そうで売れちゃいそうなものをお前ど,ど,どうしてんだよって言ってんでもでも,ゆくらもうくなもんかんのこれえ印税え一 ?1000 万1000万ふざけんなよみたいなねそれってさ 嫉妬も入ってない。うん。嫉妬も入ってるよね。いや、俺はね、この、なんか、ビジネスに携わる、うまあ、なんか経営者とかは、ともかく前の出版に対して、はうまいことやったなと。まあ、結構ギリギリなラインだけども、結構うまいことやったなって思ってると思うんだよ。なんか、本当マジで底辺のやつが大騒ぎしてて、許さないざますって。 言ってると思う、ね、うんならそのなんて言うんだろうなお前がねそれを見たくなければお前が見なきゃいいだけでうんそれだけで済むと思うんだよねなんかねこう自分の認めるものしかこの世間に存在しちゃう いけないみたいな。そういう考えを持ってる人の方が、ちょっとこのところに問題があるのかなと。まあ、だ、誰と比べてるわけでもないけど。確かに、まあね、佐川木原はね、どうやら本を読んでもクソ、クソみたいなやつらしいし、まあ、それはまあね、まあ、クソはクソでしょうがないんだろうけど、まあ、ただね、そのね、本をね、出たことにね、こう、反発してるっていう人は、なんかそもそも、その、 資本主義社会というものをさおなんかもうそもそも根底からこう否定してておなんかこう独りよがりな感じがしますね自分の認めるものしかこの世に存在していけないとなその人権侵害どうだこうだって言って俺のねアンチ活動してるやつもそうだけどもそっちの方がねなんかちょっと考え方としてはどうなんだろうなとうん が思いました。もうちょっとね、えっ、ー、と、元気になったら、ちょっと絶賛読んでみたいと思います。うん。ということでね、まあこれは社会のシステムだから、誰が読みたいなって思うものを作って売った人の勝ちだからさ、それに関してね、どうこういうのはね、嫉妬以外の何者でもないと、僕は思います。はい。ということで、柴田でした。